7月25日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93M1242 日本放送ラジオお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで、辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いやー、新型コロナのオミクロンの BA5 ってやつですけれども。はい えー、今まで経験がないぐらい身近にウイルスが迫ってる感じがしますよね。ウイルスが迫ってるというよりは、はい、もう次から次へと感染しててなんか収つかねねって感じですよ、ねはい、先週末私非常に身近なですね一緒に YouTube やってるまあ,あの当分当分っていうかしばらく会ったことなかったんでいいい、えー、そいつから感染さ,れさせられる恐れはゼロなんですけども、はいはい、だけどなんか急にあの「感染しました」っていうメールが来てですねあらま まあそんな近いところまで来たかと思っていたら先週あの子どもさんが感染されたんで本人あの濃厚接触者扱いでえ待機になってて木曜日にこの番組リモートで出てくれた飯田浩司君が自分も。 なんか陽性プラス発症したらしいじゃないの。そうなんですよ。まあ軽い症状がある程度なんですけれどもね。軽い症状ってどの程度の症状なんですか。まああのほら軽い頭痛があったりですとか、軽い頭痛ぐらい私なんかいつでもありますそどね。そうですけどコロナに感染してますから。ええ ああそうですか。でコロナが陽性だったわけですね。陽性だったんですよ。だけど不思議だよね。その程度のものだったら、まあ大した熱も出てないんだったら、どうせ先週の木曜日みたいに自宅からリモートなら、そのまま出られそうなもんなのに、なんかあれはなんですか。あの日本放送の規定なんですか。まやはりあの陽性ということでコロナの陽性感染者がまあここ番組に出て話しているのはどうだろうという。いや自宅からだから感染リスクゼロなわけでさ他の人に移っいやほらでもほら急に状態が悪くなったりしたら。 え、応援やりながらううとか言ったら、そうですよ。面白いじゃんそれ。コロナの特徴の一つとしてね、いや、そう聞いたことねえなそんな話。僕そんなこと言うわ本当に。ダメですそんな言いかけた情報流しちゃ。初期の頃はあの急変するっていうのあったじゃないですか。え、本当。そうそうそう。タクシーの中で急変された。喋ってる途中でううってなったなんて話聞いたことない心筋梗塞じゃあるまいし。まあ確かにね、ごくごく初期の頃に、あの血管の内壁で感染。 するっていうかウイルス増殖する人がいてそうすると血管の内壁がボロボロになってえそこで剥がれ落ちたものが血管詰まらせてあの脳梗塞とか心筋梗塞等をいきなり発症することはあるっていう話はまあありましたねそういえばね、うん。うんうん だからそういうリスクはしかし最近ほとんど聞いたことがないのに何もしかしそれだけどそれも日本放送やってる最中にさうって言って伊田くんがさぶっ倒れたらそれはそれで名誉なことじゃないかいちょっとな何,何おっしゃるんですかもうあの温かくねこ見守ってあげましょうよ伊田くんサボってんじゃねえよ <laughs> いやいやお大事にしてくださいそうですかお大事、うん、そうですねそれが正しい日本語のあり方ですね伊、えー、田さんあの本当に無理されずにゆっくり自宅で、うん、あのしっかり直していただいてまた元気に、うん あの復帰すればいいですからなんか言葉が浮いてますけどねふわふわ浮いてるのがそれが正しい日本語というやつでしょう社会人としての正しい日本語の書き方だよねこれいつまでもサボってんじゃねえよ早く出てきて喋れこらみたいなそういうこと言ってはいかんということですね一応ね大人ですからいやでもね本当に先週末から私ですね自宅でですねいろんなことをやってるんですがうわ改めて先週末は あの先週末だから先々週末になるのかだからちょうど1週間ちょっと前ですね私あの先週の月曜日はベトナムから朝帰ってきてそのまんまスタジオに直行するというですね大変なあのハードスケジュールだったわけでございますけれどもえベトナムはあの行くのに何の検査も制約もなかったもんですからパスポートを1つ持って行ってでまあベトナムで日本に入国する時に飛行機に乗る時に あの72時間以内の PCR 検査の陰性証明を出さなきゃいけないっていうんでまあベトナムはすっと入れたんですがベトナムから出国するに際しては現地で PCR 検査を受けるという手間をかけてまあそれでも帰ってきて先週月曜日なんとかオンエアに間に合ったんですがまあこの番組で何回も申し上げてるようにうち8月にハワイに行くという計画を立ててですねいろいろ調べたらアメリカはまだちょっと面倒くさいんですよ。 基本的に陰性証明かあるいはワクチン接種証明ってやつを持っていかなきゃいけないんですがはい、はい、この日本のワクチン接種証明に関しては大問題が発生してましたよね、私にとって。はい、もう1か月ぐらい前に、えー、いわゆるマイナンバーカードというのをネット上で申請したんですが、はい、うんともすんとも言ってこないんです。ま,まだですか うんだから今いまだに両節あっていや受付が殺到してて、えー、交付に手間がかかってる説が12位、うん、は私が最後まで申請を完了していなかった説というのがあってどうやら日に日にあの2番目の可能性がそうそう2番目の可能性が強くてですね私があの去年のオリンピックの,あの、ね、チケットと同様ですね最終的なクリックをしていなかったので。 申し込んだことになっていなないいいのじゃないか説があってあいずれにせよ私の手元にマイナンバーカードが来ていないわけですね。でえじゃあどうするかというとマイナンバーがない場合アメリカ行くのにワクチン接種証明っていうのは 英文の海外旅行用のワクチン接種証明というのを用意しなきゃいけないんです、ね。はい、で国内の、はいえー、今もうすでに始まってて、まあ、全国的なやつは、まあ、GoTo の最新版のやつはなくなってなくなってというか今延期になってるというか保留になってますけれども地方ではすでに。 もうずいぶん前から、えー、県民割り、まあ、場所によって名称違いますけれども、えー、いわゆる一つの県民割りっていうのが始まってるわけですよ。でこの県民割りを受けるためには日本国内で3回以上のワクチン接種証明ところがこの日本国内のワクチン接種証明というのは え3回目のワクチンを受けに行った時にその場でお医者さんから渡されるなんかシール貼り付けたこれを打ちましたよっていうやつを持っていればこれが接種証明になるんですねでそれで通用するんですけれども相手アメリカだとそういうわけにいいいわわけけにかなですよでじゃあアメリカ行くためにはどうするかというとえマイナンバーだと比較的簡単にオンラインで接種証明っていうのが出るらしいんですけど私の場合はそのマイナンバーカードがえー未だに入手できないでいるんで紙の 申請っていうか紙の証明書を出してもらわなきゃいけないんですがはい、はい、その紙の証明書っていうのはワクチンを接種した住民票のあるる自治体に申請すすわけですよ、ええええ、私は地元の市に申請しなきゃいけないんですけども、はい、で地元の市でどうやって申請するのかというのを週末に検索したところですね。うんネット ネで申請書みたいなものをこうネット上で書き込んでクリックすると送付できると。でそこから10日かから日る、うん って言うんですよ紙のものを送ってくるまでに。どうかですかとなるとそれに気が付いたのが先週末でうん、うん、あれそろそろこれタイムリミット近づいてんじゃんそ、ね、っていうんで先週末頑張ってですね私と私の神さんの分のワクチン接種証明書の海外旅行バージョンというやつをネットで申請したのはいいんですけれども私 過去2回じじってますからね同じようなケースで <laughs> 不安で不安でですね, <laughs> ですね <laughs> 私のこの申請が果たして有効に機能しているのかというのが分からないんですよ謎なんですよ。だからこれ待たなきゃいけないんですけれどもどうもどうもその書き込みを見ると10日から1週間って書いてあるんですね。はい、じゃあこれ私がもしし申請ミスをてていて、うん ええー、十日後にですね、気がついて、はい、もう一回ということになったら、うん、もう間に合わないんですよ。何とかして私の申請がクリアにできているかどうかを誰かに判定してほしいんですけど。知りたいですね。これ誰も判定しようがないですよね。うん、でもう一つ不安なことがあってですね。はい あのアメリカっていう国は面倒くさい国で今日本のパスポートを持っていると世界192か国はあのビザなしででで入国ができるんです、えー、基本的に海外旅行に行くには、まあ、昔は必ず出国のためにパスポートというのがいて相手の国に入国するためにはその国のビザというものが必要で、はい、基本このパスポートとビザの組み合わせで世界各地に旅行していくわけですが日本は相互ビザ免除条約って言って、まあ、お互いに基本的にはお互いになんだけれども。えー まあ一方的に日本だったらまあ信用しましょう入れてあげますよという国が多くてですね今、全世界の192カ国は日本ののパスポートさえ持っていれれば受け入入国のビザなしででるんですよでアメリカもだから先週末に行ったベトナムなんかまさにそうでパスポート一つ持っていくだけでビザな取らなくてもすっと入国させてもらえるわけですよだから入国カウンターのところに今、便利になりましたね昔はそういう国でも出入国カードっていうのは必ず書かされたりするんですが。 今もそれがもうほとんどなくなってるんですよ。えー、だから今回ベトナム行った時なんかは何にも書かずに税関申告書も出入国記録カードも何にも書かずに入国検査官のところに要するに並んでパスポートをペット出すだけでそれで手続き終わりなんです。はいはい、すごい便利になってんですよ。ところがアメリカ中国はですね昔からあのまあ入国には比較的厳しい国で今日本はビザ免除条約ビザ免除になってますから基本的にはビザ取らなくて でも入れるんですが、うん、あのエスタっていうやつを別に取らなきゃいけないことになったんです、えーえー、10年ぐらい前にですねあれいつオバマ政権の時かな余計なことしやがってって感じなんですが <laughs> それまではアメリカはビザ免日本人だったらビザ免除ですから、えー、空港にそのままパスポートさえ持ってきゃよかったのに、はい、今は事前にエスタっていう,、うんうね、ESTA っていうんですが何の略か知りませんけれども、はい、事前にパソコンで申請しなきゃいけないんです。はいはい、で事前にパソ,パソコンで申請してこれがい 1>, 1回取得すると2年間有効なんですが、まあ、それを取っていないとビザ免除になっているはずなのにパスポートだけだとアメリカ入国できないんですね。はいはい で去年私がアメリカに入国できたのはどういうことかというと去年アメリカに入国した時私自分の船で行ってるわけですね、うん、こういう時には逆にエスタが使えないんです<ー>でこういうエスタが使えるのはいわゆるもう表玄関から空港みたいなところとか、えー、大型客船に乗っていってそういうところの税関とか入国管理官通る時には入れるんだけど、えー、個人の船で行った時にはビザがいるんですよアメリカはいまだに。 ですが、うん、そのビザが去年で切れちゃったから、今年はエスタ取り直さなきゃいけないんです。<ー>で、昨日朝からそのエスタのパソコン上の申告をやってたんですが、<laughs> <え>もうトラブルは。 バグるは<ー>もう何回やっても最後までたどり着かなくてですねそんなスムーズにいかないんですか昨日の夜はついにへこたれて寝ましたえ<で>じゃまだだから、うん、だから不安なんですよ<ー>これがこういう状況だということは私今まで三回勝負して全部負けてるんですね嫌な予感ですね嫌な予感がするでしょう。嫌 <laughs> な予感嫌な予感がするんですよ<ー>これだからあと十日後ぐらいに あの地元の自治体の英文のワクチン接種証明書が取得できていないということになったらあと全部クリアされててももうしょうがないですね1週間もう海外に行くのはあんまり恥ずかしいですから家にこもって行ったことにしとくというね <laughs> そういう手に出ようかなと。 いや,ーいやーだからあのパソコンで何でもできる時代は便利かもしれませんけれども余計な手間かけやがってっていうかさ私なんかもうあの紙の証明書役所に行くのは構わないから役所に行ってそこで申請をしてなんか手しもらってそこでなんか記入もれがあったらあのそこで手直しをしてですねそういうの安心するんだけれどもんかあの空気に向かってなんかいろいろ書いてクリックはしたんだけどそれが本当に相手に届いて今の 何かが審査がね進行しているのかどうなのかというのがね不安で不安でなんとかしてください増山さん私じゃあ何ともお願いしまねわか,かりましたということでまあこの話は一週間後ぐらいにご実談ができればいいなとそのご実談もあのねポジティブな方向のご実談だといいなとこう考えながらなんか不安な生活をしております週末は本当お疲れ様でご参加くださいということであの聞いてらっしゃる方は全然気がつかないと思いますけど私 そういうい事情もありましてですね、はい、今週あの東京に月下行ってるといろんな手続きができなくなって基本あの役所関係の手続きを今日明日でやろうと思ってたもんですからただ大半の手続きが昨日おとといでインターネット上でできるっていうかインターネット上でしかできないということが判明したんで、ええ。ええうん まあ、結果論から言うと東京に行っててもよかったんですがもう一応、そう決めちゃったもんだからもうあのついでに大阪からやらせていただこうということで,で今日うは,日はえ大阪・梅田の関西支社からやっておりますがもともとの予報はね今週天気悪かったんでですすすよと、はい、ところがね予報が毎日変わるんですよずっと晴れあそうですか東京もねすごいいい天気ですよ。 あ,あどういうことなんですかね。だからこれこれだとまあ本当にあの、えー、太平洋高気圧が張り出して梅雨明けっていう感じがするんですがどうやらでも週末ぐらいにまた天気悪くなるんじゃないでそうですね。で水曜日にね東京なんかだと傘マーク大阪もあ大阪明日明後日雨マークついてますねでもねそうですかはいはいだ,んだけどねそれが当たらないんですよ最近。 見事に天気予報外れまくりっていう感じですね難しいんでしょうね雲の湧き方とか変わってきてこういう時にはね多分ねあのゲーター決定があった方が手っ取りばいいんじゃないかってって <laughs> そんなこと言うと気象庁の人という上もあるから言いませんけどね,ね、はい、以上ですかりましたとっととやってくださいとっととというにはずいぶん時間経ちましたが株と交わせの、ね、せ動きです 今日の東京株式市場日経平均株価、8日ぶりの反落となりました。先週の金曜日に比べて215円41銭安い、27699円25銭でした。 アメリカとヨーロッパの景気悪化への懸念から、前週末のアメリカ株式相場が下落して、この流れを受けて東京市場でも売りが出ました。また、為替相場は現在1ドル136円30銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。 辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台は今月10日の参議院選挙で惜しくも落選してしまいました乙竹博多さんが登場いたします無所属での出馬で感じた政党の壁ですとか今後の野望についてお話を伺っていきます5時台は昨日山際経済再生担当大臣が新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢を示したというニュースにズームします 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです安倍元総理大臣が銃撃され死亡した事件で奈良地検が山上哲也容疑者の鑑定留置を奈良地裁に請求し22日付で認められたことがわかりました 今後の後半では刑事責任能力が焦点となることが予想され、その有無や程度について調べます。一方、山上容疑者が火薬を乾かす場所を集合住宅からガレージに移した理由について、賃料が高くついたためと供述していることが25日に分かりました。 奈良県警は、集合住宅を借り始めた去年3月頃から武器の製造を始め、製造を続ける中で経済的に困窮したと見ています。ウクライナ軍が23日、国会に面したオデッサの港がロシア軍のミサイル攻撃を受けたと発表しました。 ロシアの黒海封鎖でウクライナ産穀物の輸出が滞る中、前日には再開へ向けた合意があったばかりでした。ロシアがウクライナに侵攻してから24日で5ヶ月となりました。ロシア側は東部ドンバス地方に加え、南部でも支配の強化を目指すと警告しています。WHO 世界保健機関が23日、 欧米を中心に感染拡大が続いているサル島について国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました山口県山口市の小郡地域でサルに人が襲われる被害が相次いでいます23日から24日にかけて8人が足や手を噛まれるなどして負傷したほか 今月8日以降の近隣での被害者は合わせて38人に上っています。北海道知床半島沖で起きたカズワンの沈没事故から23日で3ヶ月となりました。これまでに乗っていた14人の死亡が確認され、依然として12人の行方は分かっていません。昨日午後8時5分ごろ、鹿児島県の桜島で爆発的噴火が発生し、 大きな噴石が河口からおよそ2.5キロまで飛びました。気象庁が噴火警戒レベルを最も高い5に引き上げる中、今日午前6時半ごろにも桜島で噴火があり、噴煙は2200メートルに上りました。アサヒビールが22日、1987年から起用していたイメージガールを廃止すると発表しました。 キリンビールサントリー札幌ビールはすでにやめておりビール大手四社のキャンペーンガールは姿を消すことになりましたそうですかビールのイメージガールねああ。ビールのイメージガール出身のね、有名女優さんとか結構いらっしゃいますけどねはいはい、はい そういう時代なんですね。変わりましたね。はい。うん、さて、えー、私が不可解だなと思ってるのがですね。はい、山口で。猿に噛まれて三十八人被害者そ。そう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 。ええー。大体。猿って。日本猿。あの関西に住んでるとですね。はい、あの大阪の北の方に、あの箕面っいう山がありましてね。うん、昔はこの箕面の山のところの。 滝があって、滝の上のところにいっぱい猿がいたんですよ。うん、ところが、あの餌付けをもうやめようという話になって、猿に餌付けすると。猿が人に慣れすぎると、いろいろ良くないことが起きるんで、うん、餌付けやめようということになって、最近まあ、あんまり猿出なくなったんですが。はい、謎なのは猿って普通に人噛まないですよ。<ー>え、だけど、これ三十八人でしょ、うん、最大の疑問はですね、この報道からわからない最大の疑問は。うん ま、被害に遭ってる人が38人はわかるんですけど、個体つまり噛んでる個体が1匹なのか複数いるのかって話なんですよ。ああ、ね、だから1匹の猿に38人が噛まれてるのか、うん、何匹もの猿に噛まれた累計が38人なのかがうん、うん、このニュースだとわからないんですが、うん、で、いろ,いろこれ調べたんですけど、地元の目撃情報も両説あってですね。あ<ー>いや、あの噛まれた人の目撃証言に。よって いや違う猿が何匹かいるんじゃないのって話なんだけどそうなると余計不可解なんですよ。普通猿って よっぽどののことがななないいい限りり何のメリットもないでですすから人間噛んだりしないわけですよでどうも猿,に猿があの人の住んでるところに降りてきてっていうなんか悪さするっていう例でいうと過去はね食べるものがなくなって,人里,て,て人里に降りてきて人里に降りてきて人間と接触する機会が増えたんで、まあ、中には人噛むやつも出てくるよねっていうのが過去の例としてあるんだけども今回の一連の話をこう総合するとどうも猿が餌がなくなってっていう話ではなさそうなんですよ。 じゃあ何のために人間噛んでるんだっていうと謎なんですね。 一番私はその可能性は今のところゼロの限りなくゼロに近いと思いますが一番恐ろしいシナリオで言うとですね突然犬にせよ猿にせよ人噛むようになるのは狂犬病という病気があるんですけども日本ではもうこれ何十年も国内で狂犬病発,症してない発生してないんですねただまあ今から10年20年ぐらい前に台湾でですね台湾も日本と同じように狂犬病は絶滅状態になってるはずなんだけど。 野生生物が狂犬病ウイルスを持ってたというのがあの10年15年ぐらい前に確認されて、うん、結構あのニュースになったことがあるんでまあ,あのそういう可能性は極めてゼロに近いけれども。 ただこんだけ月々噛まれているということで1匹の特別な性格の悪いが猿が噛んでるんじゃなくて複数の猿がそういう行動に入ったということになるとちょっとこれちょっと尋常ならざる警戒態勢を敷かなきゃいけないんじゃないのとあの一瞬あのこのニュースはうわぁ人が猿が人噛んで大変ねなんだけどもちょっとあの周辺事情も含めて調べた方がいいかなっていう感じが私の印象でいうとしますね。 えー、その一つ前がサルトのニュースで本来はサルトのニュースを中心にやるためのイントロダクションのはずのニュースで全部喋っちゃいました。<laughs> <いや S 1> 時間がなくてオープニングで喋りすぎるからよくないんですね, <laughs> ねどなたがですか？もう明日以降 <laughs> 心から反省して<ー>反省。<laughs> はい。ズームフラッシュでした。サルポーズしてるんだけどわかんないねラジオじゃん。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 さあこの時間は今月10日に投開票された参議院選挙で東京選挙区から立候補した音竹博多田さんえご登場いたしますがね選挙では落選をしてしまいました音竹さんといいますと2016年の参院選に自民党から出馬の予定でしたけれども週刊誌に不倫スキャンダルを報じられまして断念しかしあれから6年政治への情熱は消えることはなく今回は政党からの応援はもらわずに無所属での 立候補でした。落選後はツイッターに。悲報四十六歳無職になりましたと。えー、冗談半分でつぶやいておられましたけれども。選挙戦で乙武さんはどんなことを感じたんでしょうか。この時間はリモートで乙武洋匡さんとつながっています。乙武さん、辛抱です。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。乙武です。よろしくお願いします。今日はご自宅ですか。 はい自宅におりますあすいませんあの本当はお目にかかりたかったんですが私自身も今関西からのリモートで。なるほど 東京のスタジオにお出ましいただいてもお目にかかれなかったんでまあ、まあ、はいそんなことで、えー、あのお互いリモートということで今日はお話をさせていただきますが、はい、あのお忙しい中すいません<っ>ありがとうございますとんでもないですね楽しみにしておりました今日はあれですよねワインの話をたっぷりできるんですよね <laughs> ワインですかワインお好きですか <laughs> そうなんですだから今ずっとお聞きしててワインの話で盛り上がった方が楽しそうだなと思ってゃいます<あー> <laughs> いやでも <laughs> おさんいや私ね乙武さんってやっぱりね、はい、あの衝撃的だったなあのは体不満足ですよ、はい、あのベストセラーはいありがとうございますすっごいあのヒットになりましたよねそうです、ね、あのやっぱね表紙見た時のインパクトは私は忘れないですねありがとうございますいやだから22歳だった大学生が46のおじさんになりましたあああの時22歳ですか <laughs> そうです大学3年生でしたいや だからね、もうちょっと今更そんな話をしてもっていう、はい、多分、まあ聞いてらっしゃる方もそうだしご本人もそうかもしれないですけど、私やっぱりね、いやいやあのまさにご体不満足で、はい、ええー、ごめんなさい、ちょっと私ね、実はよく分かってないところがあってですね、うんはい、ええー、生まれた時から両手両足がないですよね。はい、そうです。両手両足がだけがない状況なんですかね。 そうですあの内臓というかあの健康面は至って健康です。あなるほど両手はまあ半袖を着てらっしゃるときにひじの上ぐらいまでがあるということは見えているわけですけれども、はいはい、え足も同じぐらいなんですかねそうですね、えー、とやはり膝上ぐらいまでの短い太ももがある感じです。 今そのみ短い太ももがある感じで歩く練習をされているというのは最近、私どこかで、はい、ニュースを見て義足プロジェクトですね、うん、あれはあの今年の5月までで一旦終了したんですけれども、ええ、あの4年間、ずっと取り組んでいて最終的には117メートルまで歩けるようになりました、うん、そうすごいですよね、でもそれって義足つけて歩くってったって膝の関節のコントロールなんかどうなるわけですか。はい いやおっしゃる通りで、なので今まで両膝ともない人はいくら義足をつけても歩けるようにはならないと言われていたんですけれども、はいあの、今回初めて義足エンジニアの方が人間の膝の代わりを果たすようなモーターを開発して、 そのモーターを組み込んだロボット義足なら、両膝がない人間でも歩ける可能性が出てきたということで、私に白羽の矢が立って、えー、実際どれぐらい歩けるようになるものなのかっていうプロジェクトに4年間、取り組んで,たんです、ね、いそのね、まあ、義足の、はい、私なんか考えて、義足の取り付けポイントのところに、体重がかかか。るわけじゃないですか、はい、か相当痛いんじゃないのとか、素朴に思ったりするんですか。 最初の頃だけ少し痛みはあったんですけれども、ええ、あのやっぱりそこは義士・装具士という国家資格があるんですけれども、ええ、その義士・装具士の方が本当にやっぱり私の足の形にフィットしたあソケットというものを作ってくださって、ええでまあ、少し歩いてみて痛いなんていうと、すぐにその不具合を調整してくださるおかげで、そういった痛みも,もうすぐに取り除かれて、ええ、ただ大変だったのは重さですね。 あの軽量化を図っていただいたとはいえ、義足の重さが1本4.5キロ、合わせて9キロあったので、私のこの短い太ももで、その重さ9キロをひたすら持ち上げ続けて歩き続けるっていうのは、かなりの負担だったので、<ー>もう4年間ずっと筋力トレーニングに取り組んでました。 なるほどね。そういうことがあるんだ。はい、どうなんですかね。はい、今、あの相当まあ、科学技術も進んできて、はい、あの脳神経の、うん、まあ、直接、その神経からの運動運動の指令を取り出すような形で、はい、将来的に義手規則で。うん あの、はい、まあ、普通の健常者並みの、うん、まあ、腕や足の能力を手にする時代って来るんですかね。そのあたりの多分最新情報って、私らが持っているよりも、はい、乙武さんはるかに詳しいと思うんですけど、うん、現状どうなってますか。はい、えっ、ー、と、腕の方が、そういった時代は早く来やすいのかなと思うんですね。えー、で、足の方は、これも考え方によるんですけれども。はい、今回、私たちのプロジェクトに対しても。 何も二足歩行にこだわることなく電動車椅子を進化させる、えー、いわばパーソナルモビリティの進化という形で研究を進めた方が結果的に便利なんじゃないかというご意見もあったんですよ。まさにそそれれはその通りなんですけれども 今回、のこのプロジェクトがなぜ行われていたかというと、私なんかはさっきも辛坊さんおっしゃってくださったように、生まれつきこの体で、特にこう二足歩行に対する憧れっていうものはもともとなかったんですけれども、 事故や病気で途中から足を失ったという方は、やっぱり自分の足で歩きたいっていう願望を持つ方がかなり多くいらっしゃるみたいなんですね。な,るほどなので、そういった方に、まあ、もう一度歩く喜び、歩く希望というのを届けたいというのがこのプロジェクトだったんですけれども、えー、やっぱりそのいくら。 義手のようなものはできても、なかなか脳からの指令で、スタスタ歩けるようなものっていうのは、まだちょっと難しいのかな、やっぱりある程度自分の筋力で歩き続けるというものが手前としてくるのかなというイメージですね。なるほど。今、日常的には車いすを使っていらっしゃると思うんですけど、はいはい、日本で車いす、最近ね、 あの電車乗っててもまあ昔に比べると相当まあ高齢化してるということもあるんですけど電動であのモビリティで移動してらっしゃる方相当数増えてると思うんですが日本っていうのはそういう日本の現実都市に住んでてそういうもので移動しようと思った時ってやっぱりかなりあの障害があるもんですか えーとですね、これはどこの観点から見るかによるんですけれども、えー、私もこれまで海外90カ国回ってきた中で感じるのは、はい、物理的なバリアフリーだけでいうと、えー、東京は世界でもトップクラスだと思います。あそうですか はい、かなり便利で、あちこちにエレベーターがついていたり、公共施設には多目的トイレが設置されるようになったり、そういった意味で、非常に世界でもトップクラスに便利な街だなと思います。 一方で、ええはい、道を行く人がどれぐらいその手助けをしてくださるかとかあその車いすや杖をついた方に寛容であるかという意味では世界でもかなりあの低レベルかなという気もしていますなるほどね日本人得意の,なんかあのいいことはしたいんだけど恥ずかしいからっていうような。 そういうところもあるんでしょうね、きっと国民とておっしゃる通りであの、慣れてないっていうのが一番大きくて、うん、やっぱりその、ええ、先進国の中でも、日本は長らく分離教育、つまり障害者と健常者を分けて教育するということを続けてきたので、子どもの頃から障害者と親しんできた、ええ、一緒の環境で勉強してきたっていう経験を持ってる方が非常に少ないんですよね、ええ、だからいざ街中ですれ違ってもど、どういうふうに接して差し上げたらいいんだろうっていうふうに、戸惑ってしまった結果、 失礼に当たるといけないから見て見ぬふりということで終わってしまうこれがやっぱり原因なのかなと思いますいやそのあたりの感覚はものすごくわかりますね私もどっちかと言、はい、そっち側の人間ですからねそんな私であの全然これまた話違うんですけど、はい、私、はい、あの戸竹さんのあの車椅子姿を見てていつも思うことがあるんですけどず、はいぶん、はい、重そうな車椅子で、はい、はバーっ ステリー切れちゃったらどうなんだろうとかって素朴に思ったりするんですけど <laughs>、はいえー、と一応、スイッチの切り替えで、えー、手動で、えー、後ろからどなたかに押していただく仕様にはできるんですね。 ただやっぱり、そうは言っても、あの一般的な手押し型の車椅子と比べれば重たくなってしまうので、もうとにかく充電は切らさないように、とはいえ、2、3日にいっぺんはあの1回フル充電すれば持つので、うんえー、家に帰って2、3日にいっぺん充電をしているという感じです。 あその程度で、そんなにバッテリー持つもんなんですかそうなんですよ、まあ、もちろん、1日どれぐらい動くかということにもよりますけれども、はい、例えば、普段は私、車移動が多いので、そんなに電動車椅子で長く走るということはないので、2、3日にいっぺんの充電で済みますけれども、例えばどこか旅行先に行って、ずっと電動車椅子で動き回るなんていうことになれば、やっぱり毎晩充電が必要になってきますし、なるほどね,ほどね、はい、さて、そんな大竹さんが今回、立候補。はい ななんんでで突然立候補なんですか、はい、私の中ではやっぱり突然ではなくて、まあ、6年前、ええ、本当はチャレンジしようと思っていた、まあ、その思いが6年前ってあれですかね、はいあの、なんか週刊誌に書かれる、あれは立候補決めてからでした、決める直後でしたであの決めて、いよいよ発表するというタイミングで、週刊誌もやっぱりそういうタイミングを狙ってるんでしょうね。 まあ正直、私なんかあのごめんなさいね、はい,い,えいえあのごめんなさいね、私、正直そういうニュースを聞いても、ですねはいどうでもいいこと私週刊誌が書いてるとぐらいしか思わないんですよ。は <laughs> はい、はいどうなんだろうな私なんかね、それで、なんかあれ、どんなネタでしたっけ、まあはい、なんか不倫スキャンダルとか書かれたんですそうです,そうです私、それを聞いて、ごめんなさい、これ、もう一番最初に私が思ったことは。はいあのー まあ要するに羨ましいなっちゅうかですね <laughs> あのですよつまりごまあさっきの乙武さんの本によると乙武とさん五体不満足じゃないですかはいあの俺なんか五体満足なのにその手の話をしがあってもおかしくないのにないのないのに何なんだよこの不公平感はっていう感じが私ねどっちかっていうとそっちの方向性だったんですよ感覚が。 またリ,リスナーの皆さんに怒られますから <laughs> いやどうしてそんなにモテんだよとか思ったんだけど、うん、今の喋り聞いてて分かったわ、はい、あ,あのうんなんかあの少なくともなんか喋りで聞く限りむっちゃ爽やかだわな、はい、なんか紳士的ですよねす <laughs> なんかそれだったらモテても不思議はねえなとか思うんだけど、うん、<laughs> それにしてもだよ はい。それにしてもやっぱりあの恋愛するに関してやっぱりあの、はい、手と足の大半がないということになるとハードル高いじゃないですか。そうでしょうね。どうなんですかねそのあたりって。そうです、ね、そういうのってハンデに感じたことないんですか。あんまりないですね。子供の頃からモテてた。んうん友達は多かったですね。やっぱりそのハンデに思ってしまっているとより。 そうのくのくかなと思うんですよ例えばその同じような障害の人間が二人いたとして一、ええ、人はその自分の障害を卑下していていやどうせ俺みたいな障害がある人間はあの誰からも相手にされなくて恋愛なんて無理だろうって思ってる人と、ええ、あああ確かに俺障害があるけどいや絶対俺といた方が楽しいでしょうって思ってる人間がいたら、まあ、もちろんあのお相手の好みにもよると思いますけどおそらく後者を好む方の方が多い と思うんですよね。なるほど。私の場合は割とそういうこう前向きと言いますか。自分には確かに障害があるけど、いや、通れといた方が楽しいよねと思う。生きているタイプの人間なんで。なるほど。まあ、そういう意味では相、相手からするととっつきやすいのかもしれないですね。なるほどね。はい。なるほどね。いや、ちいちょって、あの、とても参考になります。<laughs> 参考にしないでください。参考にするといいことないですから。 <laughs> いやいや週刊誌がなんぼのもんじゃいっていう私どっちか僕はめちゃくちゃ楽しんでるんですけど増山さんが今困っ,てらっしゃる <laughs> いやいやいや本当に余計なこと書きやがってよみたいなそんなこと書かなくてもいいだろうって別にだけどね確かにまあ政治的政治家になろうと思うといろんな要素が人間には,人間には求められますから。 だけど、はい、必ずしも政治家が成人君主がいい政治やるとは限らないっていうか過去の例から見たって成人、はい、君主で世の中をむちゃくちゃにした人は多分いっぱいいるだろうけども、えー、歴史上でちゃんとして民主のためにん頑張った人であのそういうことを突き出したらきりがない人っていくらでもいるだろうなってそういう人を排除していったら結局、社会のためにならないような気がするんですよねって、うん、本来の話と違いますね。 私自身も一有権者としてはあの辛坊さんと全く同じお考えで自分が投票するときにその政治家のプライベートというものは一切気にしない人間ではあるんですけれども、まあ、実際有権者の方の中にはそういった部分も非常に気にするという方が多い以上私自身がまあ政治家を目指す中でやっぱりその人様からの信頼を失うようなことをしてしまうというのはやっぱりまあ反省すべきことだし自分の中での至らなさだなというふうには思ってます。 なんか答え完璧すぎるいや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 ,いやでも本当にあの自分のことを、ね、応援してくださる方がいてなんでお前出てくれなかったんだよっていう声を聞けば聞くほどやっぱりそういう思いにはなりますよ。あれ6年前はこれ、はいえっと、自民党でしたっけねはいその予定でした自民党でこれはあの全国比例ですかね いや、えー、東京選挙区の予定でした自民党の東京選挙区だったんだはい全国比例なら100%当選するだろうにななんんででで東京すすか <laughs> そうですね、まあ、私自身あの、東京で生まれ育ってこの東京という都市に非常に愛着があるというのが今回どうなんですかその政党からの支誘いみたいなやつはなかかったんですか、はい、あいくつかはいただいておりました。 ええー、その政党から出る場合にもやっぱり全国比例でしょうね、きっとね。そう、ああ、東京というお話をいただいたところもありました。ああ、そうなんだ。はい。で、最終的にあの無所属を決断されたのはどういうことですか。はい、やっぱりその6年前のスキャンダルで多くの方にこうこ批判をいただいた中で、あの状況の中でも。 私の可能性というものを信じて、この6年間ずっと応援して支えてくださってた方々が多くいらっしゃるんですね。えー、で、その方々っていうのが、まあ、正直、その多様性というような文脈では、私のことを応援するというところで一致していたものの、はい、他の、のいわゆる国政イシューにおいては、 なかなかこう、右から左まで、保守からリベラルまで、お考えがさまざまだったんですよ。なので、私自身がすでにこう政党、えー、政治的なラベリングがされている政党から出てしまうと、いや、おとだけお前のことは応援してきたけど、ちょっとその政党からは無理だよっていう方が、私がどちらから出たとしても、やっぱり出てきてしまうっていうところあのもちろんね、綺麗事は言ってられないのが政治でもあるんですけれども、 私がやっぱり今回6年前のあの状況からここまで あのもう一回政治にチャレンジしようという気持ちにあの前向きになれたのも、すべてはやっぱりそうやって応援してくださった方々のおかげということもあるので、今回はひとまずそういった皆さんに全員に乗っていただける船を用意したいなっていう、そんな思いから、無所属を選ばせていた,だきましたなるほどね、もともと自民党っていうところを選んだのは、多分政治家になって何かやりたいということがあったからなんだ、はい、ろうとう、私はね、そう思うんですよ。はい、っやっっぱり政治って数ですからねどうされ ます。それで今後なんですけど、はい、はい。あの非常に迷ってるので、今度美味しいワインのリストあの方見ながら一緒に作戦会議をしていただいてもいいですか。<laughs> <laughs> わかりました。それじゃあ,あのワイン抜き持ってきます。はい、お願いします。<laughs> 話がねまとまります。人生相談に乗ってください。発酵性ワインの器五百六十。はい、<laughs> そろそろお時間になりました。時間なんですか。早い。小竹さん今度一遍スタジオにいらっしゃいませんか。はい、あぜひぜひお願いします。ね、あのーはい、ちょっとまあコロナのこともありますけれどもちょっとまたあのしばらくしてコロナも落ち着いた頃にぜひお,お待ちしておりますので、はい、お願いします。ますよろしくお願いします。はい,あり,いありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。今日は。 戸竹博多田さんに伺いましたほら、うん、モテるわズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです 辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から、毎日生放送でお送りしています。番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。 「ラジオラジコ」では、ポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん、アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聴きたい曲をお送りする、ズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聴けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで 辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。山際経済再生担当大臣が新型コロナの一般疾病化に前向きな姿勢。 昨日山際経済再生担当大臣が NHK の番組に出演し、新型コロナへの対応を一般的な疾病として、日常的な医療提供体制の中に位置づける検討について、議論は今すぐやれということなので、すぐやりたいと思っていると話し、前向きな姿勢を示しました。今月14日には政府のココロロナナ対策分科会がコロナを 一疾病として日常的な医療提供体制の中に位置づけるための検討を始める必要があると提言していましたまあ現実に今何が起きているのかというのはこの番組でも飯田君の状況を見ているとよくわかりますよね。の えー、お子さんがあの感染して陽性になったけれども特にまあ,あの1日ぐらい発熱しただけですぐ熱も収まって元気にしてるんだけど、はい、当然飯田君は同一家庭内で暮らしてるから濃厚接触者になり、うん、で今回のオミクロンの BA.5 特徴的なのは感染力が恐ろしく強い上にというか全く症状出ないっていうことではないみたいね。 あの飯田君が典型なんだけどちょっと熱が出るとか、うん、ちょっと喉が痛くなるとかっていう症状が出ちゃう、はい、でこれはどういう扱いになるかというと症状があるる感染者いいう扱にに法的になるわけですよ、はいはい、で症状のある感染者ということになると、うんえー、マックス2週間近く10日かな,なんか10日要するに隔離、はい、まあ年齢が若ければ自主隔離 で自宅で住むし、私がもしそうなったら。 まあ間違いなくあの保健所の判断で入院ということととになるだろうう思いいますのは私あの65歳を超えてますのでえ高齢者扱い上に基礎疾患ありですから高齢者プラス基礎疾患ありですから私が保健所の人間ならばえ私のデータを見た瞬間に「あ入院!」ということになって、うん、大変な鼻がいや鼻ちょっとずるずるして喉が痛いだけでも優勝優勝ということになって優勝感染者という、うんはい 扱いになりまますすから入院しますよね、うん、そりゃあ病床を逼迫するって、うん、でその飯田君みたいなケースが続出してるんで何が起きてるかというと、はい、まず医療現場があの医療が逼迫しているおそらく最大の理由は医療関係者で飯田君みたいなものが出た続々出た場合には感染力が強いですから、うんはい、一発で周りの人間も陽性になって、えー、陽性になると10日間動きが止められちゃうと。 飯田君なんかはっきり言って今日なんかあの、えー、自宅からオンラインの回線でラジオ出てきてもおかしくないんだけれども、ね、一応まあ社会的にそれは認められないということで動き止まりますよね同じようなことが起きているのは、ねね、最新のニュースで、えー、JR 九州ですけれども今日運転士車掌ら38人が えー、感染者濃厚接触者になって<人>そう運転士車掌ら38人の動きが止められちゃったんでん列車運行に必要な人員の確保が難しくなった、えー、27日だからあさってからかあさってから8月5日にかけて在来線の特急120本運休って。 大変なことですよこれ120本運休なんだけどそれはまあ運転手さんや車掌さんが、えー、病気が重くて動きが止め、まあ、あの大変なことになってますって命の方が大切だから、うん、それは特急止めるぐらいはしょうがねえよなとか思うんだけど現実問題として何が起きてるかというと、まあ、飯田君状態なわけで。うん <laughs> ね、まあそれ委託に関して別に僕はサボってるというつもりはないけどいサボってないですよ。<laughs> えサボってない。ないない。あそう。出てこいや<え>本当に。いやまたそういうこと言う。<laughs> ダメですよ。<laughs> <laughs> <う>というような状況の人たちが、えーえー、ここはまあ今あの運転手さん車掌さんだがそうなったんで、ん JR 九州は特急120本止めますと。で病院や医療関係者なんかもっと深刻ですよね。 あの重症例えば脳卒中や我々って言ったら、まあ脳卒中とか心筋梗塞とか脳梗塞のリスクの方が高いわけで、ほいでなった時に。いや病院。今、あの看護師さんやお医者さんが濃厚接触者であの家で待機になってますから、病棟閉鎖されてます。みたいなことになったら命に関わるもんね。だ。現状、新型コロナのオミクロン株の ba5 に関して。 まああの初期のまんま2類相当以上っていう感染症法上の2類相当以上っていうことになるとまあいやエボラ出血熱とか結核等に相当する病気の扱いになってるわけでそれが果たして正当なものかっていうのが最近まあ問題提起されてるんだけどそれでも政治は。 世論的に対世論的にこの世論というのが非常に問題なんだけれども非常にあの今日の感染者何万人みたいなあのマスコミが主導して作られた世論でガチガチに世の中固まっちゃってるというふうに見てる政治はこの新型コロナに関して言うと緩和方向に舵を切った時に政治に対する支持率に対するダメージが大きいので、うん。 常識的にはもう逆に言うと現状の扱いしてることの弊害の方が大きいよねってみんなだいぶ分かってきてるのに恥切れなくなっちゃってるとえいうことなんですよ。で今現場で何が起きてるかというとあの病床が埋まってきてますっていうようなニュースがよくありますよね。でもその病床が埋まってきちゃってますの実態をつぶさに一つ一つ見ていくとコロナが悪化して重症病床を埋めてるというケースは。 現場のお医者さんにに聞くと本当に少ないいみたいで何が起きてると他の病気で重症になってるのでコロナにも感染してるという人がコロナ用の重症病床に入ってるっていうケースが多いのに加えてこれは大きな問題なんだけれども病院としては重症病床にコロナ患者を入れといた方が営業的に儲かるというようなことも現実にあるらしいんですよ。というのが。 あのコロナって他の病気と違うのは医療費全額公費負担でただなんですよね。ええ、そう病院経営的に見たときにそのベッド開けとくよりはとにかく、まあ、病床を埋めといた方がで医療費の取りっぱぐれもなく経営上のメリットがあるという。でなおかつあの 通常の病床よりもですねえあのまあもちろん ICU はベッド高いけど ICU まで行かなくても HCU っていうのがあって高度治療室っていうのがあるんですがこの高度治療室っていうところのベッドに入院をさすと通常の医療費の相当上のお値段があの取れるっていうかまあ入るということで医療経営的には。 本音のところで言うと全額公費負担で患者が「俺も入院させてくれ」っていうような人が殺到してると,きところの方が経営上のメリットもあるということで、うん、病院の側からすると、まあ、一部お医者さんで最近やっぱり現状にいや現状のまんまの制度にしとくと。 逆に医療崩壊や医療逼迫を招くからそろそろまあ2類相当以上という非常に特殊な扱いをしているところからもうちょっと緩和すべきだよという意見は医療関係者の間からも聞こえ始めてはいるんだけれども実際の病院経営等々の観点に立った時に今のまんまの方がありがたいよねと思う人たちも相当数いると。うん まあその2つ以上の背景が複合的に作用して政治家としては当面現状でまあ今の言い方で言うといやこんなに患者が激増してる患者感染者が激増してる時に舵を切るのはありえないっていう言い方をするとこれ世論対世論的には説得力を持つ,まつわけですよ。ところがでも現実に起きてることを考えると。 いやだから飯田君みたいなケースが激増している今だからこそえーあの現行の制度を維持しておくとそれが原因で医療崩壊、医療逼迫を招くよとでコロナに感染はしているんだけれどもコロナの症状はほとんど出ていないんだけれども脳卒中になりましたとか。ねえ 心筋梗塞になりましたとかいう人が、えー、コロナの病気の治療ラインにしかのまず載せることができないということになると、えーうん、本来そういう制度がなければ受けられたはずの専門的な治療のラインに乗らないがゆえに命奪われて、うん、であげの果てに死んだ時にコロナに感染しているとなったら本来の死因は心筋梗塞なのに発表上はコロナ死というふうに発表されると。 現状まずいいだろこれはっていう、うん、もうちょっとね政治の側もしっかり取り組まなきゃいけないんだけど政権は今のまんま現状維持が一番政治的にはプラスだと思うから何もしないささん何とかしてくだい僕は政治家でもありませんし、うん、はいえ僕には何ともできませんが少なくともこういう現状だということを世論が知った上で世論が賢くならないと政治は動かないですよそです、ね。だそのののありに私の役割ははるんじゃないいかと、はい 思いますズームオンでした。